アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、学漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め、並みる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたこのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年4月11日、失礼しました、令和4年11月20日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X3 リーグ最終節となります。これが B ブロックの最終戦となります。三重ファイヤーバード対クラブウェアーズの一戦が行われます。試合開始14時10分キックオフ予定です。両チームのご紹介をさせていただきます。本日手前側ホームスタンド側に陣取っております、カラーオレンジユニフォームをまとっているのがクラブベアーズ。1989年当時ありました実業団マイカルベアーズがその母体となっています。1990年代から2000年にかけて関西三強の一角を占めていた強豪チームです。その後企業チームからクラブチームに移行し、チームはその後徐々に停滞をする形になりましたが、しかし現在もスポンサー株式会社新高様、朝日医療様等のさまざまな支援を受けてチーム活動を継続しております。今期もその期待に応えんと X2 昇格を目指し奮闘しておりましたが、今期はしかしその思い必ずこの試合に挑んでおります。しかし来期にその思いをつなぐためにもこの一戦勝利を目指さんとこの一戦に挑みます。対しまして本日はバックスタンド側に陣取っておりますのがビジターホワイトのユニフォームをまとっている三重ファイヤーバード。日大出身の選手がこの三重に赴任した際にアメリカンフットボールを普及戦とそのチームを立ち上げました。それから40数年の月日が流れております。その間三重におきましてアメリカンフットボールの普及およびその底辺拡大に勤め、三重にあります大学でのアメリカンフットボールの普及活動にも勤めております。現在でも未経験のものも含めて入部を歓迎し、メンバーともどもこの X3 に参戦しております。今季もその久方ぶりの勝利を挙げ、外貨上がりながらその最終節、そのシーズンの最後も白星で飾らんとこの一戦に意気込んで挑んでおります。この要有によります一戦が間もなく行われます。三重キックオフ、クラブベアーズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式計時で行います。本日のライブ配信はパソコンおよび通信機器の関係の都合がありましてライブ配信できていない状況になっております。後日この配信は録画投稿いたしますのでご了承願います。
さあベアーズリターンに入ります。このリターンベアーズ陣34ヤード付近でボールデッドとなり、この位置からのクラブベアーズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回通し、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはクラブベアーズ自陣33ヤードからの攻撃となります。クラブベアーズファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。まず中央へのプレー、ラニバック45番ハンドオフを受けまして中央突破を図りましたが、このランプレー1ヤードにとどまっています。ボールを持っている選手が倒れるまでが攻撃1回となります。従いましてクラブベアーズ、次がセカンドダウン2回目の攻撃になります。ボールキャリア45番は川端でした。北大津高校出身。クラブベアーズ自陣34ヤードからセカンドダウン9、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は9ヤード。パス成功、ファースト。クォーターバック8番ドロップバックからワイドレシーバー4番にパスを通しまして、6番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースト、見事なパスを通しました。クォーターバックの8番はクォーターバック8番は稲葉、京都大学出身。取りました。ワイドレシーバー6番は杉田、日本大学出身。杉田は今シーズンのルーキープレイヤーです。クラブベアーズ自陣49ヤードからファーストダウン10、再び1回目の攻撃という形になります。ナイスラン、何枠45番ハンドオフから中央突破、相手ディフェンスの隙間を縫うように約9ヤードの原因としています。何枠45番は川端です。北大津高校出身。クラブベアーズこれで相手陣に入りまして、相手陣42ヤードからセカンドダウン残り1ヤード。パス成功、ファースト。クォーターバック8番ランニングバック45番へのフレアパス、横に展開したランニングバックにパスを投じ、そこからのキャッチアンドラン、45番タックル弾き飛ばしまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースト、ランニングバック45番は川端です。北大津高校出身。クラブベアーズ相手陣34ヤードからファーストダウン10、さあ今度は中央へのランプレー、再びキャリアは45番でした。これはしかし三重ディフェンス陣踏ん張りまして、獲得距離約2ヤードにとどめています。クラブベアーズここまでランニング枠45番の川端を中心に攻撃を組み立てております。クラブベアーズ相手陣31ヤードからセカンドダウン8、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は8ヤード。さあ再びランニング枠45番に託しました。右オフタックル付近を縫うように走り抜け、約5ヤードの原因を果たしています。これによりクラブベアーズはサードダウン3回目の攻撃に入ります。ボールオン、相手陣26ヤードからサードダウン3、3回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は3ヤード。
パス成功、ファースター。クォーターバック8番、ここでパスプレー。ワイドレシーバーにめがけてディフェンスの前に入り込ませるようにしてパスを投じました。これをワイドレシーバー89番、見事にキャッチしまして攻撃権更新としています。クラブベアーズファースター、パスを投じました。クォーターバック8番は稲葉、京都大学出身。取りました。ワイドレシーバー89番は佐藤、大阪体育大学出身のプレイヤーです。これは三重ダイスディフェンス。ここでランニングバック45番のランプレーにより攻撃を展開しようとしましたが、これを見透かし三重80番がチャージしまして約3ヤードロスに変えています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。そのロスタックルを決めましたのは三重ファイヤーバード80番の桐山、大阪市立大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズ相手陣23ヤードからセカンドダウン13となります。パス不成功、パス成功です、失礼しました、パスキャッチとなっています。クォーターバック8番、ここでドロップバックからワイドレシーバー89番にパス。89番、短いパスでしたがこれを飛びつきまして見事キャッチしております。約9ヤードのゲインとしました。見事なキャッチしましたのはワイドレシーバー89番の佐藤、大阪体育大学出身。クラブベアーズサードダウン残り4ヤード、ボールオン相手陣14ヤード。パス不成功、ここでクォーターバック8番プレイアクションから中央を切り込んできたレシーバーにパスを投じましたが、しかしこのパスキャッチできずパス不成功となっています。前パス失敗ですと攻撃権は1つ失い次の攻撃と変わります。クラブベアーズフォースダウン4、最後の攻撃権4回目の攻撃どうするでしょうか。プレー選択とします。4ヤードゲインできないと攻守交代、フォースダウンギャンブル。パス不成功、ここでクォーターバック8番エンドゾーンへのタッチダウンを狙うパスプレーでした。ターゲットは89番、しかしこのパスを見え77番が見事にパスカットしパス不成功としています。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代となります。ターンオーバー、見事パスカットしましたのは三重ファイヤーバード77番のプレイヤー、素晴らしい反応でした。77番は小西、三重大学出身。三重これにより攻撃権を獲得することに成功しました。自陣14ヤードの位置から三重ファイヤーバードファーストダウン10。ナイスラン、ファースランランニングバック7番ハンドオフを受けまして中央突破、見事な切れ上がりで攻撃権更新を果たしています。三重ファイヤーバードファースラン、素晴らしいランをしました。三重ファイヤーバード7番は金沢、兵庫県立大学出身のプレイヤーです。この最終節に電撃加入しました新規加入選手です。三重ファイヤーバード自陣34ヤードからファースランテン、今度はフルバックのダイブプレー、ブロッカータイプの選手に中央へ突っ込ませました。このランプレーにより約3ヤードのゲインを果たしています。三重ファイヤーバードセカンドダウン7、ボールオン自陣36ヤード。パス成功、ナイスキャッチ、ファースター。クォーターバック9番、ここでタイトエンド80番にパス。
これを取って80番キャッチアンドランシー攻撃権更新です。三重ファイヤーバードファスター。素晴らしいパスを投じたクォーターバック9番は日光、北海道工業大学出身。取りましたタイトエンド80番は桐山、大阪市立大学出身です。三重ファイヤーバード相手陣44ヤードに入ってのファーストダウン10。ナイスラン、ファースターランニバック19番、トスを受けて左へオープンへのスリープレー。素晴らしい切れ上がりで攻撃権を更新いたしました三重ファイヤーバードファースター。素晴らしいランしましたな三重ファイヤーバードの19番森、兵庫県立大学出身のプレイヤー。これにより三重相手陣33ヤードに入りましてのファーストダウン10。森もこの最終節で電撃加入したルーキーです。さあ今度はボールのファンブルがありましたが、しかしこのボール外へ出ております。ここでランニングバック7番ハンドオフを受けて中央突破上がりましたが、ここでボールをファンブル。このボール奪われると攻撃権交代という形になりますが、しかしそのボール外で出ました。ボールをファンブルした地点までの前進という扱いになります。従いましてこのランプレーによるゲイン約6ヤードとなります。キャリアとなりましたランニングバック7番は金沢です。兵庫県立大学出身。三重ファイヤーバードセカンドダウン4。パス不成功。ここでクォーターバック9番タイトエンド83番にパスでしたが、このパスはオーバースロー。パス不成功でサードダウンに変わります。三重ファイヤーバードサードダウン4。ボールオン相手陣27ヤード。さあまだ行くぞ、まだ行く、さらに行く、タッチアップ三重ここでスペシャルプレーを展開しようとしました。ランニングバックへのスイープフェイからレシーバーにトスをしてのリバースフェイクのパスを投じようとしました。託されましたのはワイドレシーバー32番でしたが、プレッシャーからパスを投じることができず、しかしそこからスクランブル、相手ディフェンスを縫うように走り抜け、そのままエンドゾーンに駆け込んでタッチアップ。三重ファイヤーバード6点獲得となりました。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。交代違反。フィールドの中に12人いました。アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下でなければいけません。5ヤード抜退しトライ4ポイントやり直しとなります。しかし見事なプレーでした。先ほど素晴らしい判断でタッチダウンを上げましたな三重ファイヤーワード32番の久保、兵庫県立大学出身のプレイヤーでした。そしてそのタッチダウンの後のワンプレーです。トライ4ポイント。このキック見事決めまして1点追加。三重ファイヤーワード7点、クラブレアーズ0点となりました。まず三重が先制する形になりました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン。プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点。タッチダウンですと6点が入ります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレープラスがあり、ここでキックを決めると1点。エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。
これと自殺点セーフティー2点を加えまして、得点方法は大きく分けて2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算により得点は構成され、引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は先ほど得点を挙げた三重ファイヤーバードのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。さあ、クラブビュアーズリターンに入ります。このリターンでベアーズは自陣30ヤード付近の攻撃を獲得しました。この位置からクラブベアーズの攻撃となります。クラブベアーズ反撃になるでしょうか。ボールオンは自陣31ヤードからファーストダウン10。さあ、まず中央へのランプレーによる突破がありますが、今度は三重のディフェンスが奮闘しています。この中央へのランプレーノーゲインとしました。キャリアは28番の西村でした。大阪学院大学出身のプレーヤー。クラブベアーズ自陣31ヤードからセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。パス成功。クォーターバック8番ワイドレシーバー89番にパスを通しまして、約9ヤードのゲインとしています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、クラブベアーズ0点、三重ファイヤーバード7点。まず三重が先制タッチダウンを上げ、攻守方向入れ替えとなります。